おととい12日、富士通スタジアム川崎で関東の高校アメフトチームの頂点を決める戦い、第52回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦が行われました。高校日本一を決めるクリスマスボール進出をかけて決勝の舞台に立ったのは、杉並区の厚生学園高等学校ロータス、そして練馬区の早稲田大学高等学院ベアーズ、いずれも東京都同士の対戦となりました。白熱した試合は厚生学園が31対0と早稲田を完封し、6年連続6回目関東地区王者となりました。なお厚生学園高校ロータスが関西代表立命館宇治高校パンサーズと日本一をかけて戦うクリスマスボウルは今月26日横浜スタジアムで行われます。